小倉さん、検査の結果、残念ながら肺に癌が転移していました。ステージ4の診断になります。そんな。ここまで再発もなく順調に来ていたと思っていたのに、今度こそ、俺は死ぬのか。今回は、現在、そして過去、余命宣告されている芸能人についてご紹介します。まずご紹介するのは、アナウンサーの小倉智昭さんです。小倉さんは現在76歳、もともとは東京12チャンネルに入社し、その後大橋巨泉さんのスカウトがあり、大橋巨泉事務所に所属するアナウンサーになりました。おざまーす。さあ、イラク戦争は長期化するという説が浮上してきておりますが、今一体何が起きているのでしょうか。フジテレビの情報番組トグダネでは22年間総合司会を務めました。その他、司会やラジオパーソナリティなど各方面で活躍しました。それにかつてはスポーツ実況やマラソンの解説ゲストの顔もありました。さて、私事で恐縮なのですが、膀胱がんの手術のため1週間お休みをいただくことになりました。小倉さん、がんだったの？よくなるといいな。小倉さん、あの時はびっくりしましたが、あれから2年、元気に一緒に仕事を続けられて嬉しいですよ。ありがとう。あの時は膀胱を全部取るように言われていたけど、膀胱がなくなったら大変じゃない。一部だけを切り取る手術にしてよかったよ。では間もなく生放送に入ります。キャスターの方々、準備をお願いします。いた。お、小倉さん、大丈夫ですか？先生、どんな感じですか？膀胱から大出血してかなりひどい状態です。もう諦めて急いで全摘出しないとダメです。そうか、わかりました。お願いします。癌が残っていたのか。その後しばらくは仕事に復帰して活躍していましたが、2021年には癌が肺に転移しステージ4の状態であることを公表しました。抗がん剤治療を行っていることを明かしました。小倉さん、お久しぶりです。またお仕事一緒にできて嬉しいです。ご体調はいかがですか？抗がん剤は2クールが限度と言われたけど、なんとか俺は4クール持って、おかげでがんも小さくなって元気に毎日仕事してますよ。ただ小腸で代用膀胱というものを作ったんだけど、尿漏れパッドが欠かせない生活になっちゃいましたね。病気なんてやるもんじゃないね。大変ですね。そんな中お仕事されているとは。あれ、小倉さん、大丈夫ですか？具合が悪くなってきた。病院に連れてってくれ。先生、なんだか胸が苦しくて。小倉さん、意識がない。すぐに処置室に運んで。小倉さんの奥様ですか？実は智昭さんが今倒れられて、腎臓の数値がかなり悪く、正直危ない状態です。覚悟してください。そんな、今すぐ行きます。その後小倉さんはなんとか一命を取り留めましたが、現在も治療を進めているそうです。いくつかのメディアに出始めて闘病生活の大変さを語られています。次にアナウンサーの笠井慎介さんについてご紹介します。笠井さんは現在60歳、長年フジテレビのアナウンサーとして活躍しました。特に先にご紹介した小倉さんとともに情報プレゼンター特ダネで20年近くメインアシスタントとして活躍しました。その他にもバイキング、タイムスリーなど様々な番組で司会アシスタントとして活躍されました。そんな笠井さんは悪性リンパ腫のがんに侵されました。いて、腰が痛い。それにうまくおしっこが出ない。何か病気なのかな。これは前立腺肥大ですね。笠井さんぐらいの年齢だと同じような方々がたくさんいますよ。まずは薬を出しておきますね。あれから前立腺肥大の薬を飲んでるけど、一向に良くならないところかひどくなってきた。痛い。実は違う病気なんじゃないのか。別の病院で見てもらおう。
調べてみましたが、がんの疑いがあります。しかしちょっとはっきりとは言えません。そんな、よくわからないのか。もっと別の医者も当たってみよう。精密検査をしてみた結果、葛西さん、あなたは悪性リンパ腫です。あ、でも他のお医者さんを責めないでやってください。これは発見が難しいがんでして。悪性リンパ腫、これは厄介ながんにかかってしまった。それにここまで来るのに4ヶ月もかかってしまったじゃないか。進行してたらどうしよう。すでに転移が進んでおり、ステージは末期の4になります。そんな、やっぱり進行してたんだ。道理で最近は鎮痛剤を飲まないと生活できないぐらいになっていたわけだ。俺の命もここまでか。3ヶ月前にこの毒ダネを卒業したばかりの葛西くんが、まさかこんな発表をしに戻ってくることになるとはね。はい、私も展開が強烈すぎて正直ついていけてません。なんでこんなことにって。私もついこの間ここでガンを公表したばかりだしね。32年間ワイドアナウンサーとして生きてきて、あらゆる有名人のプライバシーを自分の言葉で紹介してきて、いざ自分でも病気になった時にそっとしておいてくださいというのは自分の生き方としては許せない。話せることは皆さんに知ってもらう義務があると思いまして公表することにしました。葛西くんはお医者さんの見立てでは生存率は7割くらいだと聞いていますが、きっと良くなってくれると信じてます。全身にガンが散らばってると聞いた瞬間はめまいがしましたね。自分大丈夫かな、死ぬのってその時は思いましたけど、先生はしっかり向き合っていけば大丈夫ですよと言ってくださったので、その言葉を信じて戦っていこうと今は思っています。次にご紹介するのは歌手でタレントのみそのさんの夫であるドラマーののすけさんです。去年までは独身で行こうと決めてたんですけど、やっと幸せになることができて、のすけさんと結婚します。結婚式は妻の希望もあって4日間で8回やろうと思います。のすけとは別居婚で行こうって決めてます。のすけさんは16歳からバンドやシンガーソングライターのレコーディング、ツアーのサポートドラマーとして活動してきています。2018年にみそのさんと結婚。しかし、先生、最近腰痛がひどくて食欲もなくてだいぶ痩せてしまって、何か病気なんでしょうか。のすけさん、あなたの病気は精巣がんです。申し上げにくいのですが、この病気は5年生存率が 40% です。そんな、私が支えていかなきゃ。のすけさんは1年半もの期間、2度の手術と抗がん剤治療のため入退院を繰り返す生活になりました。治療費を稼ぐためにも病院にいてお世話すること以外は仕事のスケジュールをできるだけ入れて、なんかめまいがする。みそのさんは多忙な生活のために一時はストレスや過労から激しいめまいを起こすメニエール病となったりしました。みその、俺のためにそこまでしなくても大丈夫だから。みそのの体が一番だから。何言ってるの、大丈夫よ。でもあんたとはしょっちゅう喧嘩もしてるし、完治したら離婚してやるって思ったりもしてるけど。勘弁してくれよ、こんな時に。でも最近ボランティア活動でも子供と多く接するようになって、私、のすけの顔に似た子供が欲しいなって思うんだ。私、のすけとの子供も諦めたくないから、抗がん剤が始まるまで頑張って不妊治療も続けよ。みその、ありがとう。その後のすけさんは退院となりましたが、まだがん細胞の血中濃度は高く、再発の可能性が高い状態ながらバンド活動などを再開しているようです。次にご紹介するのは演出家で俳優の宮本亞門さんです。宮本さんは現在65歳。ミュージカル、オペラ、歌舞伎などジャンルを問わず幅広く作品を手掛けています。特に2004年に東洋人初の演出家としてブロードウェイにて太平洋序曲を上演したこともあります。また今年2023年の NHK 朝ドラであるブギウギに作詞家の藤村役でドラマ初出演を果たしています。そんな宮本さんのがんが発覚したのは、なんとテレビの医療バラエティ番組に出演したことがきっかけでした。
俳優の三石健さん、大動脈解離の兆候があるとの診断ですが、余命はあと何年なんでしょうか。発表です。15年。三石さんは芸能人余命ワーストランキング4位になります。いや、生活習慣今後気をつけていこうと思います。実は今回人間ドックを受けた人がもう一人いらっしゃいます。演出家の宮本亞門さんです。今回その告知の瞬間に密着してきました。検査の結果が出ました。レントゲンで影があった場所、細胞検査の結果、スコアは10点中8点の悪い数値です。ステージ2の前立腺がんだと思われます。がんですか。ただ肺など他の臓器への転移は見つかりませんでした。そうですか。みんなこうやってがんと戦いながら生きてるんだな。なんて大変なんだ。ということで告知の瞬間を見てまいりました。亞門さん、自覚症状などはあったんですか。いや、それがお小水が近くなってきたなってくらいで、それ以外はむしろ元気になってきたなって思ってたんですが、還暦すぎてこれからって時に。これまで検査とかは行ってたんですか。毎年人間ドックは行ってたんです。そこで確かに再検査の項目があったのに、あの時はちゃんと読んでなかったんです。あの時検査行っておけば。その後、前立腺の摘出手術を受けた宮本さんは現在も治療を続けながら、精力的に演出家としての仕事も続けているそうです。次は俳優の佐野史郎さんです。佐野さんは1955年生まれの68歳。世にも奇妙な物語やずっとあなたが好きだったの桂田冬彦役など数多くのテレビドラマに出演している方です。知的ながらもどこか狂気を宿した演技の役が多く、世間でも多くの話題を呼びました。そんな佐野さんは2021年にある出来事をきっかけにがんが発覚しました。もしもし、佐野さん、熊本での震災復興トークイベントお疲れ様でした。コロナ禍で移動も大変だったでしょう。プロデューサー、お気遣いありがとうございます。実は昨日東京に戻ってきたのですが、どうやら発熱しているみたいで。え、もしかしてコロナに感染したんじゃ。そうかもしれません。すみません、リコカツのドラマの撮影も佳境の中でご迷惑をおかけすることになって。あ、いえ、そんなことよりまずは病院に行ってください。知り合いのやってるいいクリニックがありますから、すぐに手配します。そこなら情報も漏れません。ありがとうございます。佐野さん、先ほど検査の結果が出ました。落ち着いてくださいね。佐野さんは多発性骨髄腫という血液のがんです。そっか、がんか。でもがんの経験も俳優の演技の参考になるかもな。で、どうしたらいいですかね。はい、ずいぶんと落ち着いていらっしゃるので驚きました。多発性骨髄腫の影響で今回腎臓の値も悪くなっており、発熱したと考えられます。これから臓血管細胞移植という治療と抗がん剤の治療を受けていただくことになります。もしもし、プロデューサー、検査の結果ですが、どうやら多発性骨髄腫という血液のがんみたいです。てっきりコロナだとばっかり。しかし、がんですか。驚きました。はい、それでマネージャーとも相談したのですが、まずはドラマの撮影中ということもあるので、世間を騒がせないために腎臓機能障害という病名にして公表しようと思います。残念ですが、ドラマは降板させてもらうしかないかと。申し訳ありません。わかりました、こちらでも調整してみます。しかし残念です。あれから40度の高熱が続いている。あまりに辛くてもういっそ死んでしまいたい。いや、まだだ。演技をするとしたらこんな感じかな。いや、本当に死にかけてる人はそんな言い方しないだろう。なんて俺は演技が下手なんだ。こんなんじゃ演出家に怒られるだろう。なんだか自分に腹が立ってきたぞ。
なんだか気力が湧いてきた。すごい熱が下がってきてる。さすがの俳優魂です。その後佐野さんは故郷の島根に住みながら治療に専念しているとのことですが、2023年に急性腎機能障害で緊急入院もされています。現在は退院されているようですが、無事の回復が願われるところです。次は俳優の吉井玲さんです。玲ちゃん、いいね。じゃあそのまま視線こっちでニコッと笑顔ちょうだい。はい、こんな感じですか。姉ちゃん大丈夫？おい、誰か担架。うわー、すごい熱だ。みんな撮影中止だ。吉井さんは現在41歳。14歳で芸能界デビューし、グラビアアイドルとしてや映画妖怪大戦争、特撮ヒーローものやサスペンスドラマ、舞台、CM に多数出演されています。そんな吉井さんは沖縄でのグラビア撮影中に急性白血病を発症しました。ここはお母さん。姉ちゃん、気がついたのね。よかった、あなた高熱で急に倒れたのよ。あまり覚えてない。いけない、撮影のお仕事が。吉岡さん、落ち着いて、まずは安静にしてください。私何か病気なの？すごく体が辛い。大丈夫よ、さっきお医者さんがおっしゃってたけど大した病気じゃないって。お母さん、検査の結果娘さんは急性骨髄性白血病であることが分かりました。そんな、あの子は助かるんですか？やっと夢が叶ってきた時だっていうのに、かわいそうに。落ち着いてください。今は白血病は治療すればある程度の人は助かるようになってきています。ただ不治の病のイメージもまだ強く、本人がショックを受けないように一旦は病名を伏せて治療を始めてはいかがでしょうか。お母さん、お薬の治療を始めたって、たった1週間でこんなに髪の毛が抜けてしまって、もう私アイドルにはなれない。吉岡さん、実はしばらくお伝えしていなかったのですが、あなたは白血病です。そんな、私死んじゃうの？落ち着いて、気を落とさないで。白血病と聞くとびっくりするかと思いますが、今は医療技術も進んで白血病は治る病気だからね。一歩ずつ治療していこうね。レイちゃんのことを待ってるからね、頑張ってね。そこから吉井さんは2001年には骨髄移植を受け、抗がん剤などのひどい副作用に苦しみながら20年という闘病期間を耐え抜きました。そして2021年、ついに一生続くと思われた白血病再発の定期検査から卒業することができました。現在も経過観察を続けながらも数々のドラマに出て芸能人として活躍されています。次は俳優の小倉一郎さんです。小倉さん、検査の結果が出ました。結論から言いますと、ステージ4の末期がんです。両方の肺に大きながんが見つかりました。そんな、私はあとどのくらい生きられるんですか？もってあと1、2年かと。残念です。今の状態では抗がん剤も手術も放射線も何をやっても効果は望めそうにありません。小倉さんは現在72歳。美空ひばりさん主演の映画などの子役として芸能界デビューし、梅宮辰夫さんは小倉さんのブレイクの道筋を作ってくれた恩人とのことです。その後60年代後半から70年代にかけて数々の青春ドラマ、大河ドラマ、映画などで活躍しています。最近は俳人としても名を上げているようです。そんな中、2022年に小倉さんは全身にがんが見つかりました。お父さん、聞いたわよ、肺にがんがあったって。ああ、どうやらいろいろあった俺の人生もこれまでみたいだ。そんなこと言わないで、私いい病院を探すから絶対大丈夫だからね。ありがとう。何回も結婚と離婚を繰り返してきたダメな父親だが、こんなにも思ってくれるなんて。小倉さん、
ここ県立がんセンターで詳しく調べてみました。結果は肺だけでなく胸の骨と脳にも転移しています。大変厳しい状況ですが、ここなら設備も専門医も揃っているので放射線治療をしてみましょう。わかりました、お願いします。俺には娘たちと死んだ母ちゃん、兄ちゃん姉ちゃんが見守ってくれる。お、小黒さん、信じられませんが1ヶ月の放射線治療で脳と胸骨と左の肺のがんが消えました。右の肺のがんも小さくなっています。本当ですか？ちょっとトイレに行ってきます。生きてる。死んだ家族たちが守ってくれた。信じられない。娘たちにも急いでメールで知らせなきゃ。治療の結果が出た。がんが消えたんだ。俺はまだ生きられそうだ。お前たちのおかげだ。ありがとう。小倉さんは依然予断を許さない状況ですが、余命 1,2 年と言われた状態から奇跡的にがんが縮小し、今は再発を防ぎながら通院する日々を送っているようです。皆さん壮絶ですね。最後に歌手、女優、タレントの堀ちえみさんについてご紹介します。あれ、舌の裏が痛い。口内炎かな。最近忙しいからストレスかな。あれ、堀さんどうしたの？調子悪いの？いえいえ、ちょっと口内炎になっただけです。そっか、ビタミンとかしっかりとってね。堀ちえみさんは現在56歳。1982年にホリプロのオーディションで優勝し、アイドルとしてデビューした堀ちえみさん。同期の中森明菜さんや早見優さんなどと一緒に花の82年組と呼ばれ、トップアイドルとして人気を集めました。その後は情報番組やバラエティなどに出演、幅広い活動を続けてきました。そんな堀さんが2019年自身のブログで舌がんであることを明らかにしたのです。ステージ4の状態でした。あれから1ヶ月以上経つのになかなか口内炎が治らない。でもほとんど口内炎になったことないし、こんなもんなのかな。来週病院って言ってたよね。一緒に見てもらった方がいいんじゃない？明日は病院か。減った。水飲んだだけなのにこんなに痛いなんて普通じゃない。そうですね、別の病気の薬は口内炎をできやすくしてしまうことがあるので副作用ではないでしょうか。そうなんですね。久々の家族旅行、最近仕事も忙しかったし、思いっきり羽を伸ばすぞ。いいレストランも予約しちゃった。この料理も美味しそう。痛い。よくこんなになるまで我慢してましたね。相当痛かったでしょう。明らかに舌がんです。それにかなり進行しています。すぐに手術になります。しかしすでに転移してるかもしれません。そんな、口内炎とばかり思い込んでずっと放置してしまっていました。堀さんは舌がんのステージ4と診断されました。その後11時間にも及ぶ大手術を行い、リハビリを乗り越え2020年に芸能活動を再開されました。現在も治療を続けながら精力的に活動しています。再発やがんの進行がないことを祈るばかりです。いろんながんがあって、どの芸能人も結構死にかけてんだな。てか医者もがんを見落としすぎだろ、ヤブどもめ。がんといっても様々な症状があるので、中には誤認したり見つかりにくいのもあるのかもしれませんね。他人任せにしないで、私も自分のことは自分で気をつけないと。まあ俺は元気でピンピンしてるからな、病気なんてなるわけないけどな。虎田さん、そういう人が一番危ないんですよ。お酒だってタバコだってガンガンやってるじゃないですか。うるせえな、俺だってこう見えても気をつけてるんだよ。大丈夫かなこの人。皆さんも日頃の健康管理には十分気をつけてくださいね。